どうも、愛知です。今回は、定期テストとか、模試とか受験の過去問もそうなんですけど、このあたりで平均的に得点を伸ばすことができないという相談にね、答えていきますので、よかったら最後までお付き合いください。では、早速ね、参りましょう。で、まず、状況がつかみにくい方もいると思いますんで、数字を出します。で、今回は定期テストを例えにね、出しますけど、まず、これ2個前のテスト結果だと思ってください。数学が50点で、他が70点だったとします。もうざっくり言うとね。で、そうしたら、大体の子が、次やばい、数学ちょっと伸ばさなきゃって思いますよね。この科目が悪かったらさ。で、目指してる得点もよるとは思いますけど、でそして、じゃあ次、数学のテスト頑張りましたと。今2個前のテストね。次がその1個前のテスト結果です。どうぞ。ってなった時に、あ、数学が75点まで伸びましたと。お、いったいったと。で、他も70点ぐらいでキープできました。なのに、理科が40点まで下がりましたみたいな。つまり、2個前のテスト結果とかを見て、この科目ちょっとやんなきゃなって言って頑張ったら、その科目伸びたのに他が落ちましたっていう。そう。平均的に上げたいのに、こっち上がったらこっち下がったら意味ねえじゃんみたいな。状況になってしまうと、その対策としてどうしたらいいですかっていうところを話していきます。で、まず結論を言ってしまうと、勉強時間多く確保しよっかっていう風に言います。で、それを言うと、あ、そうですよね、多くすれば伸びますよねって思うと思うんですよ。結果的にはそうなんですけど、ただそこに至るまでの過程というか、ちょっと考えてることをぜひ覚えててほしいことがあって、まずね、ちょっと話が飛躍するよ。飛躍とか戻るか、得点、あとみんなの得意科目と不得意科目ってあると思うんですよね。で、例えばテストで取れたら得意ってイメージやっぱつきやすいですよね。取れなかったら不得意みたいなに思うと思うんですよ。で、さっきの例えを言うんだったら、2つ前のテストが数学が悪かったら数学が苦手かなって思うと思います。逆にあの時は70で、ね、平均にしましたけど、1科目すごい伸びてる科目があったら、この科目得意って思ったりする子もいます。で、よく、いろんな生徒を見てきてね、よくその陥るミスとしては、得点が取れてるから得意だと、得意だから勉強時間削っても大丈夫って思う子が結構います。実際その効率的なところを行けば、大丈夫ってことも起こるんですけど、間違っちゃいけないのは、例えば90点取ったら得意って思うね、俺も思うし、取ってたら、ただそれ1回取っただけだったら思っちゃダメだよ、油断しちゃダメだよ、これが何回も何回ももう3回4回連続で90確保してますよっていうことであれば、大丈夫です。で、それはですね、基本的にもうこのぐらいの勉強時間でこのぐらい取れるよねっていう感覚がつかめてるの、そこまでいくと。でも1回だけだったら、例えば数学で言ったとしても、2次関数とか1次関数とか比例反比例、関数の単元が好きな子もいます。でも図形が嫌いだったりする子もいるわけ。自分の中で全ての単元が得意ってわけではないと思うの、その科目の。社会の歴史で言うんだったら、じゃあ1年生の最初縄文弥生のとこは分かりやすかったと。でも2年生になってって、鎌倉とかどんどん先進んでいくよね。鎌倉は1年間、江戸とか始まってってさ、だんだんこのあの時代は苦手でもあの時代は得意みたいなのも出てくると思うのね。だからその辺をしっかり把握しておかないと、ただ単に歴史だからいつも取れてたし、勉強時間削っても大丈夫だろうというふうにやってしまうと、落とし穴にはまるわけ。いつもそのテスト範囲を見たときに、今回はこの科目この範囲だからこれぐらいやらないとまずそうだなとか、自分の中でちゃんと感覚で掴まなきゃいけない。そこをこの科目だからこのぐらいでいいよねじゃなくって、この科目のこの単元だからこのぐらいやんなきゃダメだよねとっていうのがまず大事。いいね。科目ごとにその勉強時間っていうか、その気持ちの余裕度もそうだけど、そういうのを測るんじゃなくって、ちゃんと単元をしっかり見てどのぐらいやんなきゃいけないのかなっていうところをテストの時にまず掴むのが大事です。で、それを踏まえた上で、じゃあその勉強時間を多く確保するって話に戻ると、もともとはテスト勉強にじゃあ20時間使ってましたとします。で、20時間をこの科目で何時間何時間で振り分けるじゃないですか。でも勉強っていうのはもちろん当然中学生も高校生も学年が上がるにつれて難しくなります、ほとんどの科目がね。ってことは、難しくなってるのに勉強時間同じだったら、それは対応できなくなるわけ、だんだんと。だから勉強時間っていうのは基本的に底上げしなきゃいけない、テスト勉強もそうですけど。そうだから勉強時間を増やそうと。で、増やす時にはもう勉強ね、テスト勉強じゃ1週間前2週間前から始める方がいると思うんですけど、その1日の量を増やすって結構大変なんですよ。そうだったらテスト勉強を始める瞬間、2週間前からやってた子は3週間前からやったらいい、
3週間前でも足んないなと思ったらその前からやったらいいんです。そうやって1日の勉強時間を増やすんじゃなくって期間を増やす、何週間っていう。でただテスト範囲が出ないじゃんって、2週間前ぐらいからしかね出ないじゃんって思うかもしれないんだけど、基本的には前のテスト範囲の終わりからがスタートになるはずなの、テスト勉強でね、テスト範囲っていうのは。でどこまでかって終わりの部分に関してはずれるから、でも前から勉強していけばいいわけじゃん。ここは絶対入るだろうなと思うとこから勉強すればいいだけの話なので、テスト勉強、つまりテスト範囲が出るまでテスト勉強ができないっていうのはそれは違うので、そこはまあ効率的にやって1日の勉強時間を増やすっていうよりも期間で増やす、それでしっかり単元を見て計画を立てる、で対応していくと全体的に上がってくるから。でそこまでしっかりやってったら、例えばテスト範囲が、例えばテスト結果が出てきた時にうまくいかなかった科目が出てくると、出てきた時にあ、これはこの辺で足んなかったなと、あんだけ契約してやったんだけどちょっとこの辺の勉強足んなかったから、じゃあ次の時に、まあ、範囲は変わってしまうけどこういう風に出てきたらこの辺をちょっと時間増やした方がいいんだろうなみたいな、そしたらみんな自身のオリジナルの勉強の仕方、勉強時間の使い方が出来上がっていくんで、ぜひそういう風にやっていってください。最後までご視聴いただきありがとうございました。今表示されている関連動画や再生リストの方から他の勉強動画とか、テーマを決めて喋った動画に飛ぶことができますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。